トナム情報ウィークレス。各地の天気です。ハノイ、ホーチミン市では大気汚染にご注意ください。今日の幸運のヒントです。本日のメニューです。ホーチミン市の北西部開発、ホーチミン市がヘリコプターツアーイベントを開催。ハノイで韓国のロードフェスが開催。都市エネルギー安全保障プロジェクトが第3ラウンド。関東市が日本に協力要請。ホーチミン市の北西部開発、4月12日にホーチミン市人民委員会は投資促進会議を開催。副主席も出席し、2040年までの方針と2060年へのビジョンが示されました。その中で副主席は口と北門について投資と開発を加速するように求め、会合ではホーチミン市は投資家たちと162億ドルの投資覚書を交わしました。ホーチミン市は国家予算の最大3分の1を占めていますが、市の北部の口と北門の開発は低水準にとどまり、人口が同じ地方都市のダナンを収入で下回っています。口は戦争史跡の口トンネルで有名ですが、今年1月に2030年までの開発計画が発表され、開発を進めホーチミン市と独立した市に昇格させる案が出ています。ベトナムは地方都市を成長させる長期の計画を進めていて、今年3月に2030年までカインフォア、フエ、バク認証が政府直轄市に選ばれています。ハノイやダナンと合わせ8つの都市が中央直轄となっています。ホーチミン市がヘリコプターツアーイベントを開催。ホーチミン市は観光を後押しするため南部開放記念日の4月30日にヘリコプターツアーを開始する予定です。使用されるのはベトナム人民空軍の EC-225 スーパーピューマで、空軍の中で最も高い装備の一つで6000億ドン約32億円ほど、救難医療などで活躍しています。ツアーはタンソニャット国際空港に隣接する病院175のヘリポートから肝臓のマングローブまで30から45分の遊覧飛行を楽しめます。なお、料金や申し込み方法は未定です。ハノイで韓国のロードフェスが開催。ハノイで4月16日と17日に在ベトナムの韓国大使館が主催する韓国文化ロードフェスティバルの開催を VOV が伝えています。外交官米寿30年を記念して開催されるもので、 K-POP ダンスのイベントや韓国の農産品の紹介や伝統的な料理を紹介するブース、衣装などが展示されます。不思議なことにイベントがどこで何時に行われるかの情報はなく、ベトナムではこうしたことはニュースでも日常でも散見され、固いまとまった情報が普通な日本との違いがあります。写真は2020年に行われた韓国食品文化フェスのイベントの写真で、ハノイのオペラハウスで行われました。都市エネルギー安全保障プロジェクトが第3ラウンド。4月12日、米国国際開発庁 USAID が講演するベトナム都市エネルギー安全保障プロジェクトが記者会見で、イノベーションチャレンジプログラムビルダーの第3ラウンドの開始を発表しました。高度な分散型都市エネルギーシステムの開発やビジネスモデルの実証をサポートするプログラムで、参加組織は最大10万ドル約1250万円の支援を得られます。ベトナムは都市化と工業化で年間 10% 近くエネルギー需要が増加していますが、大気汚染など環境汚染の問題があり、同時に対処しなければなりません。ベトナム都市エネルギー安全保障プロジェクトは、2019年にスタートした USAID が資金を提供する4年間のプロジェクトで、予算は1400万アメリカドルとなっています。関東市が日本に協力要請。4月13日、
ホーチミン市の本総領事館の訪問団がメコンデルタの関東市の指導者と経済発展の協力について話し合いました。関東市はホーチミン市の南西約 130km にあるメコンデルタ最大の都市で運河と多くフルーツを産出、水資源に恵まれ養殖も盛んです。会合ではシノルクアンマン事務局長からインフラと教育分野、特にホーチミン市と結ぶ高速鉄道プロジェクトの進展について支援を受けたいと申し出がありました。日本の訪問団は2022年も関東市投資フォーラムを維持することを約束、また関東市がホーチミン市と日本で投資促進会議を開くことを進めました。現在関東には約 13.5億アメリカドル相当の6つの日本資本によるプロジェクトがあり、日本へは昨年約1億7000万ドル相当の輸出がありました。記事の URL は動画下の解説をご覧ください。今日のニュースはいかがでしたか？感想やご要望をコメントに入れていただけたら嬉しいです。しんちゃお。